やる気が出ない受験生って、まあ、結構いてて、勉強しようと思った時はめっちゃやる気出ると思うんですけど、うん、それが継続するのって結構難しいじゃないですか。確かにな。でその時に結構今まで受験生教えてきたと思うんですけど、いろいろ多分アドバイス求めてきたりすると思うんですよね、うん、そういう時なんてアドバイスしちゃいます？そうやな、これは俺の人生経験からもそうやねんけど、そもそもモチベーションが上がる要因っていうのが2つあると思う。まあ、俺が聞いた話によると、まあ、ホワイトエンジン、それホワイトエンジンっていうものとブラックエンジンっていうものに、呼び分けると、そのホワイトエンジンとブラックエンジンっていう、人間にはエンジンが、そのモチベーションを上げてくれるエンジン、自分のことを駆り立ててくれるエンジンっていうのが2つついてて、そのホワイトエンジンとブラックエンジンの、とこ悪いとこっていうのを分かった上で進んでいったらすごいモチベーション管理になると。でそのホワイトエンジンっていうのは何なのかって言ったら、そもそも例えば大学受験やったら大学に受かる、大学に受かってめっちゃ楽しいキャンパスライフが、待ってる、大学に入ったら可愛い彼女ができる、大学に入って人とは違うことをして大成功を収めてやるとか、そういうキラキラした世界を考えながら進んでいくこと、これがホワイトエンジンで、もう一つがブラックエンジン。例えば学校の先生に無理って言われた、この負のエネルギーを使って進む、この、うん、学校の先生に無理って言われたら何を言うとんねんと、うん、絶対にんな見返しちゃうでっていう気持ちとか、彼女に振られた、うん、絶対こいつに負けへんぐらい男になったるという、そのモチベーションがあって、でどっちの方がエネルギーが強いかって言ったらブラックエンジンの方が強いらしい、うんうん、これはバーンってなると、うん、バーンってやったるでって思うけどシュンってなるのも早い。あ、はいはい、ホワイトエンジンの方が緩やかではあるけど長続きする。だから要所要所でここは頑張らなあかんっていうのが人生であっても、受験勉強の夏、例えば夏とかであってもいろいろあるとか、そういうところでそのブラックエンジンをうまいこと使って、で全体的にはホワイトエンジンって、俺はこの時期までにこういうことをしてキラキラした将来を手に入れるっていうの、この2つのエンジン、ホワイトエンジンとブラックエンジン、ポジティブな感情とネガティブな感情、それを両方をどっちがいい悪いはなくって、タイミングによって使い分けるのが大事じゃないかなって思う。そうですね、まあ、今話してくれた感じで、うん、まあ、僕も受験時代そんなやる気最初からあったわけじゃなくて、はい、なかったんですけど、うん、まあ、見返したいっていう気持ちがめちゃくちゃ強くて、うん、それで受験勉強スタートしたのもそうですし、うん、まあ、今こうやって仕事してるのも、まあ、見返したいとかっていう気持ちがめちゃくちゃ強いんですけど、そうです、その中でやっぱり将来こうなりたいっていうのもあるから、うん、今言ってたホワイトとブラックの話初めて聞いたけど、うん、そういうのが自分の中にもあったんやなって思うんで、うん、やっぱり一人一人そういうのあると思うから、うん、間違いない、うん、特にホワイトは絶対あると思うし、うん、将来こうなりたいっていうのは、うん、こういう大学を送りたいっていうのは、でもちろん大小あるなりあるとは思うけど、そういう見返したりだとか、なんだ彼女振られとかっていうのもあると思うから、うん、それを意識化して自分なりに、うん、無意識やったら多分その継続ができんと思うけど、うんうん、自分の中で意識化したらもっとモチベーション保てると思うから、うんうんうん、今言った感じがモチベーション保つ最善かなとは思いますね、うんうん、受験生もですね、多分いろんなその自分がなりたい像と、あとはこう見返してやる像とかいう、このプラスのエネルギーとマイナスのエネルギーが人それぞれあると思うけど、それをちゃんと自分の中で理解してそれをうまく使って受験を乗り越えるようにしてください。じゃあこの動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。登録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